皆さん、こんにちは。兵庫県民、神戸市民、淡井圭介です。日本人です。で、今日の日付ですが、2023年9月22日、13時53分、宝塚三田病院で白衣を着た男性で、元サッカー代表の日本代表の、20年ぐらい前の監督をしていた岡田と名乗っていたもの、違う名札で、着ていた可能性があると。で、その岡田さん自体が、実はイミョンバク大統領なんじゃないかと。人間の顔が結構変わるっていうことは自分の顔でもある程度立証してますけども、今もうだいぶ取られているところ、いうふうにね、こういうふうな、このほうれい線とかもそうだけども、口元とか形状ちょっと違うでしょう。まあ理事の人で、女性の方で、まあ真面目なタイプの人でね、テレビで、嘘を何度か言っただけで、その番組中の間に目の大きさが半分ぐらいになってるんですよ。で、テレビに出て嘘ばっかり言ってるとこういう風になりますってちゃんと言ってくれてるんですけども、まあその映像は何年前かわからない。実際神がかり的な力があって、人間の顔が結構変わるときは変わると。で、それを考えると、イミョンバク大統領、竹島に上陸したでしょう。日本の領土でしょう。で、もともと今の韓国の大統領ユンさんも、自民党として日本語流暢に話せてる方なんですよ。で、日本語の、名前は何か知らないですよ。だけども、NHK の日曜日の朝の9時からの、まあ、議員さんたちが集まって会話をする、場で、まあ、僕と受け答えしてましたから、テレビに向かって話す方法でね。まあ、その時テレビのフェイクニュースのことについて、まあ、ちょっといろいろ言ったんですけども、よくご存知ですねって、もう体がこう震えながら、こんな状態になりながら、言ってましたね。まあ、ただ、ユンさんは、検察官として、検察庁の人だったと思うんですよ。で、パク・クネ大統領を捕まえられた方でしょう。で、まあ、いろいろ僕のいきさつ等があって、そう動かれたのか、ユンさんは信用できると思うんですよ。まあ、岸田さんとも仲良くしてましたし、岸田さんは僕のことを守るって言ってくれてるんですけどね。ただし、そのサッカー代表の、その岡田監督、そういう名前でいいですとか言ってる昔、映像見たことあるんですよ。だからその時何言ってるか分からなかった。ただ断片的な映像で相手がどういうふうな話をしているのかの音声がなかった。これは確認ができない。で、思い込みになってしまう可能性もあるから、まあ、とにかく宝塚三田病院でね、その名札は岡田という名札じゃないんですけども、違う名前で名札をつけていた人、医者白衣。昨年の2022年、秋か冬頃に入院させられた時、12月22日。だから、物事、だから皇居まで淡井圭介行くって言ってたでしょ。で、2019年、佳子さまに会おうとするパターンだったら、その車をここに回すっていうことで、皇宮警察の、人が手配をしてくれようとしました。それは、何ヶ月も前からいろんなルートから、皇居に、話が届くように伝えてましたから。で、そこから話がどうなるかわからないですよ。だから何かを、いろんなことを警戒している人間が、昨年淡井圭介を精神病院行きにさせようとしていた。それが、特に特に韓国系の淡井圭介に敵に持ってる人間とか、危害を加えようと思ってる人間は、そう、僕だって、それ対応しますよ。だけども、一般的な方は、日本と友好関係を進めていこうという考え方の人たちとは、僕は、仲良くしようと思ってます。それは北朝鮮の人も同じです。それは他の国でも同じです。で、いろんなことがバレたら困るような人たちが実際たくさんいた。皇居での接触、サッカー界でしょ、
大量のお金を使ってきたでしょ。しかももう多分全部合わせたら兆ぐらいになるでしょう。税金の投入額。サッカースタジアム関係でね。J2 とチームが入れ替わったりしてるでしょ。J1 が。だそのために、設備をコロ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 、増築したりだとか、電光掲示板つけたりだとか、昔はもともと僕は小学生ぐらいの頃は電光掲示板自体が珍しかったんですよ。よっぽどのスタジアムじゃなかったら電光掲示板がなかった。野球場とかでも、スコアボードを人間が手でね、こう、くるっとこう回したりとかして取り替えたりとかして点数を交換してたんですよ。今何対何かっていうのがわかるように。本当はそういう時代の方が良かったんだと思いますよ。スタジアムとかにお金を使ってなかったからね。みんなの税金を。で、余計なエネルギーも消費しないし。まあ、皆さんにはまず確認していただきたいのは、まだ読んでない人、以前、だいぶ前に読んだ人もお話にならないですよ。日々更新してるから。本日は2023年の9月22日ですけども、ホームページ、粟井圭介の履歴、一旦停止を押してください。の36番を見てください。あと、ホームページ、粟井圭介の履歴の1番などに、様々な日々の内容を更新したりしてますし、あと、YouTube でチャンネル登録をしてください。で、着信履歴が来るように自分で設定してください。もしわからないときは、周りの人に聞くか、販売店で聞いてください。操作方法。機種がいろいろ増えた時点で操作方法がいろいろ違うんですよ。スマートフォンとか iPad とかパソコンで、細かい部分で。だからその辺のところで、実際その買った販売店じゃないとわからないって言われるケースはたくさんありますね。で、特にアプリ関係のところはそのアプリの会社に問い合わせてもらわないとわかりませんって言われるケースが多いです。説明できる人がほとんどいないで、説明書がほぼない世界なんですよね、現在は。ちょっと無理がある。だから、テレビもあんまりややこしい機能をたくさんつけないで、現実的な機能だけにしておいて、余計に値段が上がらないようにしておくとかね。あと、それとエコロジーな社会。そのゴミの堆積を減らすエネルギーの残存量問題、そういったことをしっかりと頭の中入れて日々働いているかどうか、もう残りあんまりないですからね。石油の残存量、54年分ほどですね。で、ガスは49年分ほど。世界的に採掘可能な埋蔵量。ただ、2022年の消費で計算すると、かける50年でもうすでに数字足らないんですよ。100億キロリットルぐらい、ガソリンの方は、石油。で、それは、これからも先掘り続けていくことを計算して、数字出してるんですよ。あと54年分って。で、ちょっとだけ年数とかが、先延ばしにできてるのは、ここ10年間の間で自然再生可能エネルギーを、主要国頑張って、全体的に全電力の10%ほどを自然再生可能エネルギーで賄えるようになってるんですよ。水力発電をプラスすると話はだいぶ変わってくるんですけども、まあ水力も本当は自然再生可能エネルギーなんですけども、だから、まあそういう基礎知識を社会人の一般人、もう正直ね、もう15歳ぐらいの頃にはエネルギーの残存量問題をしっかりと学校で教えといた方がいい。僕の、YouTube とか親が見せて。18歳以上の人しか見れないような設定にしてるんですよ。で、特に私は変なことを言ったりしないんですけども、現実的にね、その話として、嘘なのか本当なのかって思ってしまう人いるかもしれませんけども、これが現実なんです。テレビのニュースの方が嘘が多い。これは事実です。で、僕もある程度テレビのニュースを見たりとかして情報を仕入れている以上、間違ってしまう可能性がある。日々何かの話で。だけども、世界国税税とかを購入してるので、かなり真実には近いはずです。以上です。皆さん、チャンネル登録と、対応のほどよろしくお願いいたします。やっぱり、もともとこの世の中はだいぶ変ですよ。以上です。